こんにちは。戦国150年ニュースをお伝えします。永正11年のニュースです。伊達隆宗が最上義貞と争いました。伊達久宗が死去し、嫡男の伊達隆宗が後を継いでいました。そしてこの年2月15日、伊達隆宗は出羽国長谷道場で山形城主で奥州短大の最上義貞と対決。この戦いは伊達隆宗の勝利に終わりました。12月には和睦が成立し、伊達隆宗の妹を最上義貞に嫁がせ、実質的に伊達氏は最上氏を支配下に置くことになりました。長尾為景が宇佐美房貞を廃止させています。下克上を果たした長尾為景は新たな越後守護として上杉貞真を擁立していました。主君である貞真には権力がなく、実権を握っていたのは為景でした。この状況をよく思っていなかった貞真は、権力を取り戻すため宇佐美房貞らを味方につけ、小野城を拠点に挙兵。ところが春日山城を占拠した貞真は為景に幽閉されるなど戦果が上がらず、小野城も陥落。宇佐美房貞は岩出城に退去し抵抗を続けましたが廃止しました。長尾景春が亡くなりました。文明8年から12年にかけて関東で乱を起こした長尾景春が没しました。関東管領山内上杉家の家裁を継承することができず、不満を抱いた景春は反乱を起こし、関東管領上杉秋定軍と伊賀湖の陣で戦い勝利しました。その後、反関東管領派の勢力と結び戦線を拡大するも、扇ヶ谷津上杉家の家裁である太田道灌の活躍によって景春の勢力は衰退し、ついに武蔵を追われて五岳坊足利重氏を頼りました。足利重氏の下で上杉秋定と戦っていた景春でしたが、重氏の意向に従い五岳坊と上杉家の和睦を目指す嫡男景秀と対立。景春は当主の座を追われてしまいます。山内上杉家と扇ヶ谷津上杉家の争いが終結すると、景春は上杉秋定に降伏しました。永正6年に景春の同族で越後守護代長尾為景討伐のため秋定が越後に出兵すると、翌年景春は為景相模の伊勢宗瑞と同盟し、津久井山で挙兵しました。ところが扇ヶ谷津上杉家の軍勢に敗北し津久井山から撤退。直後に秋定が越後で廃止すると、景春はかつての居城白城を奪還すべく軍を動かしましたが、失敗に終わり甲斐の国鶴郡へ逃亡しました。その後は関東復帰を目指すも果たせず、鶴ヶの国今川氏を頼るなど亡命生活を続けていました。そして永正11年8月に72歳で死去しました。白城でその生涯を閉じたとも言われていますが、居城への復帰は難しく、亡命先で亡くなったとみられています。長尾景春が数十年にわたり反乱を起こしてきたことで、関東管領上杉氏の勢力衰退と伊勢宗瑞の進出を招くことになりました。永正12年のニュースです。武田信虎が大井信里に敗北しています。甲斐の国では黒人間の対立があり、有力な黒人は鶴ヶの国の今川氏と結んでいました。戸田城を拠点とする大井氏も甲斐南部の穴山氏と対立するも、今川氏に属し勢力を拡大していきました。甲斐の守護大名武田信虎は次第に大きくなる大井氏と対立し戸田城を包囲しましたが、その地形が分からず将が討たれて敗北しました。鶴ヶの国の今川氏親はこの情勢を見て、中道王冠から兵を送り、勝山城に2000人の兵を入れて大井氏を支援しています。将軍足利義稙が御所を移しました。今年7月5日に開始された三条高倉の御所の造営が完了しました。かつてこの地には初代将軍足利尊氏が政務を委ねていた弟忠義の邸宅があり、事実上室町幕府の中心となっていました。一度焼失したものの、東に新たに邸宅が造営され、二代将軍義明、三代将軍義満、四代将軍義持が御所として利用しました。
その後は次第に使われなくなり荒廃していましたが、この年12月2日、10代将軍足利義稙が御所として使用することになりました。武田信繁が毛利吉川氏と激突しています。大内義興は足利義忠を奉じて上洛し、秋守護の武田元重もそれに伴い上洛していました。主力が不在の安芸国では、厳島神主家の後継者争いが起きており、その鎮圧のため、大内義興は武田元重を帰国させることにしました。元重が裏切らないよう、義興は養女を妻として嫁がせたものの、元重は帰国直後に離縁し、守護の勢力を回復すべく、出雲尼子氏の支援を受けて大内氏から離れました。元重は東西に分裂した厳島神主家の東側につき、大内方の西側の大野高知城を攻め、さらに小井城を包囲しました。これに対処するため、大内義興は共に上洛した毛利沖本、吉川元常に小井城の救援を命じ、毛利吉川軍は武田方の山形軍有田城を攻略しました。有田城が落ちたことで、武田元重は小井城の包囲を解き、山形軍の救援に向かっています。最後に年表でお別れしたいと思います。それではまた次回、さようなら。